はい、どうも、トウサクチュードレンのつくもです。ということで、花咲ワークスプリングののかルートパート2に続きやっていきたいと思います。早く続き。5月12日晴れ。幽霊部で過ごす時間がすごく楽しい。最初はお兄ちゃんのことが気になって入部しただけだったんだけど、先輩たちはみんな優しくしてくれて。そういえばお兄ちゃんは1年前くらいから随分明るくなったような気がする。幽霊部に入ったからだったんだ、多分。きっとさ、もともと明るかったけどどこか無理をしてるみたいで、だからお兄ちゃんが幽霊部に入って本当に良かったと思う。大好きなお兄ちゃんが元気になって良かった。大好き。妹としてだけじゃなくて、でも大好きだからこれ以上は踏み込めない。きっとお兄ちゃんを困らせてしまう。もしかしたら今よりも距離を置かれてしまうかもしれないし、お兄ちゃんがお兄ちゃんでなくなっちゃう。それは絶対嫌だから、私はこのままでいい。このままで。明日はお兄ちゃんと朝からお出かけ。どうか晴れますように。もうやっぱり。お兄ちゃん、お兄ちゃん。次の日、目を開くとそこには妹の呆れ顔があった。あれ、ようやく覚醒して机の上を見る。そこにはちゃんとセットした目覚ましが置いてある。どうしてあれ鳴らなかったんだ。はい。妹が俺に手のひらを突き出す。そこには2本の単三電池が。これは目覚ましに入っているはずの電池をなぜののかが持っているのか。心霊現象。違うよ、怖いこと言わないで。机に置いてあったよ。目覚ましが鳴ってすぐお兄ちゃんが無意識に抜いちゃったんじゃないの。それですぐ二度寝しちゃったんだね。まさかそんなこと。十分ありえるけど、俺なら与えられた猶予ギリギリまで使ってだらける卓越した怠惰スキルのなせる技だ。認めちゃうんだ。そんな目で見ないで。お兄ちゃんちょっと情けなくなっちゃう。熟睡してるときはマジ記憶ないからな。俺、修学旅行でも一度布団ごと畳まれてしまわれたけど、まるで覚えてないし、あの時は危うく置いていかれそうになった。旅館に住むことも覚悟してしまった。それだと目覚ましくらいじゃ起きれないってことだね。はあ、困ったな。朝から妹に短足されてしまった。兄、かっこ悪い。やっぱり私が毎朝起こさないとダメだね、お兄ちゃんは。これじゃあ私お嫁さんに行けないな。言葉とは裏腹にののかはどこか嬉しそう。世話好きな妹だ。じゃあもう着替えるから。うん。妹は軽い足取りで出口に向かう。二度寝。あ、三度寝しちゃダメだよ。そして最後に笑顔で釘を刺して出て行った。はいはい。もう部屋の中にはいないののかに返事をしつつ寝巻きを脱ぎ始める。ののかが子供の頃は俺が起こしてやったの。眠いとぐずる妹の手を引いて洗面所まで一緒に行って、すっかり立場逆転だな。まあ俺がこんなんだから仕方ない。お兄ちゃん、早く。朝ごはん冷めちゃうよ。わかった。カイカの妹に声を投げる。さてと、今日は一日ののかに付き合いますか。覚悟はしてたが、休日のショッピングモールは激混みだ。世の中にはこんなにも買い物をしたい人たちがいるものなのか。いや、おーい、たっくん待った。うん、俺も今来たとこ。よかった、たっくん。みなちゃん、デート中のリアル中な方々がいるようだ。迷惑だ、こんなところでデートをするなんて間違っている。あいつら全員爆発してしまえ。お兄ちゃん、変なこと言わないの。
いや、だって悔しいじゃん。ひがまないもん。よそはよそ、うちはうちなんだよ。小さな子を諭すような言い方、立つ瀬がない。野中は俺より大人だった。お前、いつの間にそんな余裕のある子になったんだろう。私たちの年頃ではね、男の子より女の子の方が精神年齢が3つくらい上なんだよ。つまり私の方がお兄ちゃんより精神的には一つだけお姉さん。え、へんと野々花は胸を張る。そんな様子は明らかに子供っぽいのだが、そうだな、野々花は毎日俺を起こしてくれるし、ご飯作ってくれるし、洗濯もしてくれるし、今や姉さんを飛び越しておかんのような存在で。お母さんまではちょっと年上すぎたな。アクターの守備範囲に入ってしまう。だいたい私たちだって周りから見ればカップルに見えるよ。いや、見えても実際は兄弟だし意味がない。ほら、こうすれば。え、カップル誕生。急に近づいて腕を絡めてくる。妹の行動にちょっと戸惑ってしまった。おい、手を握るだけならまだしも腕を組むのはいくらなんでも勘違いされてしまう。野々花さん、これはちょっと。さあ、行こう行こう。恥ずかしいからやめようという前に歩き出す。野々花と腕を組んだまま人混みの中を歩く。野々花は少しだけ頬を染めながらも上機嫌。俺だってどちらかといえば嬉しい。いや、かなり嬉しい。可愛い妹に懐かれて嫌がる兄などいやしない。ただ恥ずかしいのも自立。おい、今のカップル見たか。可愛い子連れてたね。ちくしょう。すれ違った男どもの多くが俺に羨望とやっかみの背を向けてきた。気分だけはリア充だろ。ね、ちゃんとカップルに見えるでしょ。野々花ご満悦。おかん脱出がそんなに嬉しいのか。そうだな、野々花の実力は認めよう。だからそろそろ話してという前にまた歩き出す。また言いそびれた。っていうか、わざと買わされてる気が。お兄ちゃんとお買い物。はしゃぐ。無邪気にはしゃぐ妹にちょっと心和む。これずいぶん浮かれてるな。うん、だってお兄ちゃんとお買い物だもん。喜んでくれるのは嬉しい。無事ではいろいろ言ってもまだ子供。あ、今俺の腕に何か柔らかいものが。まさかまさかまさか。いや、まさかまさか、うちの妹に限って。妹だからこそ、こその柔らかい感触なんだろうけど。俺は恐る恐る状況を確認する。妹が俺の腕に胸を押し付けて陽気に鼻歌を歌っていた。ちょ、のどか、待て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 。思わず立ち止まる。どうしたのお兄ちゃん。妹は俺の腕を抱いたままキョトンとした顔で俺を見上げる。無垢な瞳をしていた。どうしたって、それはお前のおっぱいが当たって恥ずかしいから腕を離してくれなどと、とても面と向かって言えない。そんなことを言ったら野々花は恥ずかしさのあまりこの場でそっとしてしまうかもしれない。いや、しかしここは兄としてちゃんと教育してやらんでは。あのな、そのお前の胸が。だって私たち、そのカップルでしょ。は？カップルならこれくらい当たり前だもん。より強く押し付けられる柔らかな感触。おい、ちょ、お兄ちゃんもさ、もっとこっち来てよ。離れて歩くカップルなんておかしいでしょ。おかしくはないと思うんだけど。でも緊張してテンパってる野々花に説明しても無駄だろう。ほら、あんまり近づくと歩きにくいだろ。気にしないもん。同級生に見られたりしたらどうするんだ。別にいいよ、見られたって。変な風に噂されちゃうぞ。今更だよ。すでに疑惑が。その上でこんな場面を見られたら言い訳のしようもない。大丈夫だよ。今日はお休みだからお客さんも多いし、たくさんカップルがいるんだもん。私たちもその中の一組だから、何もおかしなことじゃないと思うんだ。どうしても。どうしても。ギュッと抱えられる腕、譲る気はないらしい。
頬を染めながら必死に腕を絡ませてくるののかに俺は根負けする。たく、分かったよ。今日はののかに合わせるから。本当に？いいの？今日一日ののかに付き合うって約束したもんな。本当は恥ずかしいし止めさせなきゃいけないんだろうけど、ののかが可愛い俺には断れないお願いだった。じゃあずっとこうしててもいい？できる限り努力はする。やった、嬉しい。恥ずかしそうにしてた表情はどこへやら穴が咲いたような笑顔を浮かべる。そんなに嬉しい？うん、だってお兄ちゃんとこんな風にお買い物できるんだもん。大事なののかのお願いだ。こんな笑顔を見れるなら少しくらいの問題は目をつむろう。じゃあ最初はあのお店からね。行こうお兄ちゃん。はいはい、了解。妹の胸の感触を腕に感じながら再び歩き始める。しかし色速テク、色速テク。俺は必死に平静を装うのだった。これはなかなかに精神力を試される一日になりそうだ。いっぱい買っちゃったね。そりゃ一日買い物してればな。結局昼食を挟んで一日中買い物をしていた。時には嬉しそうに、時には恥ずかしそうにはしゃいでいたののか。いくら可愛い妹と一緒とはいえ、さすがに俺もグロッキー気味だ。昼寝の時間なんてあるわけないし、両手の手先袋がずっしりと重い。お兄ちゃん、ん？やっぱり私も片方持つから。いやいいよ。でもお兄ちゃんも疲れてるし、軽い方なら平気だよ。妹は手を差し出してくる。結構重いぞ、大丈夫か？そっと手渡してやる。両手で持つから。うわあ、重い。危うく中身を道にぶちまけそうになる。両手で手提げ袋を持ち、その場に固まってしまった。おい、よこせ。さっと妹から荷物を取り上げる。ごめんね。いいさ、適材適所ってやつだ。野中は家事をやる、俺は力仕事。兄弟なんだ、助けよう。普段は助けてもらってばっかりだけど、それは言わぬが花ということで。そうだね。じゃあよろしく。その代わり夕食はすっごく美味しいの作るよ。お、任せたぞ。妹の明るい笑顔につい俺も表情がいる。可愛い、野中が可愛い。うちの親父は家庭をろくに顧みない仕事バカだけど、再婚して野中と出会うきっかけを作ってくれたことには感謝している。お兄ちゃん。おっと、前からの人にぶつかりそうになるのを直前で避けた。野中がとっさに腕を引いてくれたおかげだ。お兄ちゃん、前見ないと危ないよ。悪い悪い。ぼーっとして何考えてたの？夕飯のこと。お前のことだなんて恥ずかしくて言えない。お兄ちゃんは食いしん坊だな。瞳が柔らかな子を描く。それだけのことがたまらなく嬉しい。早く帰ろ、腹減ったよ。うん、そうだね。えい。ののかは俺の手首をそっと掴む。手つなげないから、その代わり。ニコニコ笑いながらそんなことを言う。ちょっと歩きにくいが仕方ない。こんなにも幸せそうに微笑むののかに話せなんて言えるわけがない。俺たちはそのまま歩き出す。妹は隣で終始笑顔で、今日はだいぶ家族サービスというか妹サービスができたようだ。俺はそんな自分に満足していた。5月26日曇り。今日私に新しい家族ができた。お父さんとお兄ちゃん。私の本当のお父さんは、私がずっと小さかった頃どこか遠くに行っちゃってもう戻らない、そうお母さんが言っていた。新しいお父さんは私にたくさん話しかけてくれたけど、私はほとんど何も言わなかった、言えなかった。話そうとするとなんだか悲しくなったから、お父さんと呼ぶと泣いちゃいそうだったから、だからずっとうつむいてお母さんにくっついていた。嫌な子って思われちゃったかな。
あと一人はお兄ちゃん。お兄ちゃんができたのは初めて。私より二つ大きい男の子だ。でもすごく大人っぽい。ずっとニコニコ笑って優しく話しかけてくれた。何か話さなきゃって思ったけど、やっぱりできなかった。どうしてだろう。お母さんにもっとお話ししなさいって怒られちゃった。そんなこと言ったって、私の本当のお父さんはどうして遠くに行ってしまったんだろう。お母さんは何も教えてくれない。日記を書いてる間も涙が止まらないよ。それになんだか頭がフラフラする。もう寝ちゃおう。明日は少しは元気になれるかな。なあユウ、これってどうしてこうなるんだ。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。